こんにちは。阿蘇市食生活改善推進委員協議会阿蘇支部です。今日の献立は里芋と手羽先の味噌煮です。よろしくお願いいたします。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあまずは何から。里芋先に剥きたいと思います。あ、里芋ですね、はい。今は里芋旬ですよね。そうなんですね。阿蘇で里芋たくさん植えている農家の方がいらっしゃいますので、今日は使わせていただきました。はい、じゃあ、はい、ではこれを一口大ぐらいに切ります。はい、一口大ですね。で、人参はもう飾りにちょっと使いたいので、ちょっと花形に切ってみました。はい、次にこんにゃくを一口大ぐらいに切っておきます。はい、手羽先を焦げ目がつくぐらいにちょっと焼きますので、はい、鶏の手羽先はもうパリパリに焼いた方が。そうなんです。はい、はい、中の旨味を逃がしませんので。はい、じゃあ、だし汁を入れた鍋に里芋ですね。こんにゃくですね。はい、こんにゃく入れました。刺してみます。はい、あ、浮いてますね。はい、そこへ手羽先を加えます。こんがりいい色に焼けてます ね、 そうですね。香りが、はい、いい香りがします。じゃあ、お味噌とみりんと酒とお砂糖を一緒に混ぜ合わせておくんですね。はい、もう煮汁がひたひたになりましたので、はい、調味料を加えます。この里芋がちょっととろみがあるからちょっと味が絡んで、ね、はい、そうです、一煮したら、はい、もうちょっと出来上がります。里芋と手羽先の味噌煮です。出来上がりました。出来ました。美味しそうです。はい、では皆さんいただきます。いただきます。このみりんとお味噌入れて、やっぱりこの分量とかちょうどいいですね。と思いますけども、うんうん、私たち の、 食会のテーマがですね、SOS で砂糖、塩、脂肪を減らそうというテーマで掲げておりますので、とても奥深い味がして、とても美味しいです。地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。阿蘇市西小園にある桜心窯は、工房前にある見事な桜の古木にちなんで名付けられた工房で、暮らしの中で愛され心地よく使ってもらえる陶器作りがテーマです。納屋を改築したギャラリーには、女性らしい優しく柔らかな絵付けの作品がずらりと並んでいます。